リニスト。初心者用のバイオリン競争曲の作者として、バイオリン学習者には有名。学生のためのバイオリン競争曲5作品などが知られている、フリードリヒザイツは、中林元州ギュンター・アスレベンデ農家の子として生まれた。1865年に地域の志願兵となり、翌1866年に勃発した、広島戦争に加わった。終戦後、 ザイツはゾンダースハウゼンで、かつてマクデーブルクでコンサートマスターを務めていたカール・ビルヘルム・ウールリッヒに指示して、バイオリンを学ぶ。1874年には、ドレスデンのコンサートマスターであるヨハン・クリストフ・ラウターバッハに指示している。1869年、ザイツはゾンダースハウゼンの楽団に、バイオリニストとして参加し、1873年にはカペルマイスターに選ばれた。 1876年、ザイツはマクデブルクに移り、市の公共楽団のコンサートマスターとなった。ザイツはマクデブルク発の音楽学校の創立者であると考えられている。彼は1884年にはデッサウのヘルツオクリヒエン宮廷楽団の指揮者となり、1888年にはバイロイト音楽祭のコンサートマスターを務めた。フリードリヒザイツは当時としては、 最も著名なバイオリニストとしてヨーロッパ中に演奏旅行を行った。彼はコーブルクのオペラ座などの多くのドイツ国内の都市ばかりでなくロンドンやホラントまでも出向いた。ザイツは1908年に引退する。彼はシュバルツブルクゾンダースハウゼンコートアンハルト公の両名からその充実した音楽活動と教育活動を称えられて芸術、科学メダルを贈られた。 1918年、デッサウで死去。ザイツにバイオリンを支持していた人物として、バイオリニストを目指していた、若かりし、日のーネディトリヒが挙げられる。2003年、ザイツの生まれ故郷にある通りが、彼の栄光にちなんで、フリードリヒザイツ通りと名付けられた。ありがとうございます。